洗面所の蛇口炭水栓の断面図蛇口は、水道水などの液体を運ぶ管の出口部分、あるいはその部分の器具のこと。液体の流れの開閉や流量を調整する線がついている。水用のものは水栓、もしくはカランとも言う。最も,も一般的なものは、上水道用のものであり、室内では洗面所、台所、浴室に設置されている。 これらの場所の場合、温水用の蛇口も併設されている場合があり、さらに口がまとめられ水と温水を混合できるものもある。屋外ではには、公園など水を必要とする各所で見ることができる。観光内側には整流板が取り付けてあり、飛散を防いでいる。線は、つまみやレバーを人手で操作するのが一般的である。レバー方式は従前、上げ止め式。 下げ止め式の両方があり、阪神・淡路大震災時、落下物で貴重な水を流出させてしまった経験から、下げ止め式レバーが主流となったという説があるが、実際の理由は欧米で、下げ止め式が圧倒的に普及していることに合わせたためである。赤外線センサーにより手を差し出すことで、自動的に回線するものも普及しつつある。試行時には、クロスコネクションによる汚染防止のため、 洗面台のアフレれンからと水口空間を設けて取り付けることとなっている。獅子の頭部を推薦とした例、蛇口の語源は日本の近代水道初期に道路脇の共用線のデザインで生物としての蛇を用いたことに由来する。1887年に横浜から日本の近代水道が始まったが当時はイギリスから輸入した共用線に 欧州の水の神である獅子の頭部が採用されており、日本製の強要船を製作するときには竜を用い、一時期は四道と呼ばれたが、その後、その名称は空想上の動物である竜の元となった、蛇にちなみ、蛇体鉄柱式強要船と呼ばれた。やがて専用船が作られ、この強要船の名称から蛇口と呼ばれるようになった。カランの語源はオランダ語で、鶴を意味するカランから来ており、 銭湯などでこの表記が用いられることが多い。ありがとうございます。